ならできそう。 Hey guys, I'm Arisa Nanase. 皆さんこんにちは。知識レビューをしている勉強マニアの七瀬です。今日はですね、まず最初に皆さんに質問です。セミリタイヤとファイヤーの違い分かりますか？まあ、数年前からよくファイヤーっていう単語耳にすること多いと思います。ファイヤーは一応 Financial Independence Retire Early を組み合わせた略語で、仕事を若いうちにもう切り上げてしまう生活のことを言いますよね。で、ここまでは実はセミリタイヤと同じです。セミリタイヤとかリタイヤって、まあ、老後の貯蓄をしてその貯金を切り崩して生活できるということなんですよね。だから一般的に早く引退したいっていうと、まあ、このイメージをお持ちの方が多いんじゃないかなと思います。で、一方でファイヤーっていうのは金融資産を運用してその配当利益によって生活するっていうのがファイヤーというらしいんですよね。なので、まあ、配当だけで十分に生活できるほどお金を貯めることがこちらは前提となってきます。まあ、いわゆる投資家みたいな生き方なんですよね。ちょっと違うんですよ。まあ、多くの方がそういう、まあ、ファイヤーにしようリタイアにしろ、まあ、仕事をしなくてもいい生活に憧れてるんじゃないかなと思います。私もその中の一人でした。ところがビジネス本、自己啓発本も100冊以上読んできて、ちょっと違う道が見えてきたんですよね。で、もちろん多くの本でファイヤーが推奨されてたりとか、ファイヤー生活が綴られているのを見て、まあ、それもまたね、素晴らしいし憧れます。だけど幸福度を優先させてみると必ずしもそうじゃないんですよ。まあ、結論から言うと、ファイヤーよりも自分が一生でもやっていたいことを仕事にする方が幸せだし、より現実的で簡単だよということなんですよね。まあ、その理由としては2つあります。1つは、まあ、今の時代インターネットのおかげでありとあらゆる可能性が広がりました。例えば寝たきりであっても手と頭さえ動かせればお金稼ぐことできます。そのように年齢に関わらず働きやすい環境になっているということ、まあ、むしろ寿命が100年になると言われている世の中なので、60歳で退職するとあと40年もお金かかるじゃないですか。いつまで生きるかね、人間誰一人分かりません。だからお金がね尽きるかもっていう不安に怯えて過ごすよりも、もう70歳でも80歳でも働けるって思った方が気持ち的に安心できると思いませんか？このあたりはベストセラーになっている、ライフシフト2ですね。こちらこういうのを見てもらうとより詳しく載っています。まあ、ライフシフト1の方でもいいんですけど、特にこの2の方は老後をどう過ごすか、あとそれに備えて今何をすべきかが中心に書かれています。で、今日一応動画の最後にまたおすすめ本をいくつか紹介するので、詳しくはまた後でお伝えしますね。そして2つ目の理由を先ご紹介すると、ファイヤーするために必死で若いうちに働くということは我慢した後に幸せが来るということです。そしてその幸せは絶対に来るかわからないということです。それよりも今幸せを感じれる仕事をしていった方が今すぐ幸せになりますよということなんですよね。私も自己啓発本読んでて確かにと思った面白い話があるんですよ。ちょっとそれ皆さんにお伝えすると、とてもね魚釣りが好きな漁師がいました。漁師は好きな時間に起きて釣りをして子供や友達と楽しく遊んでね過ごしていました。で、ある日ビジネスマンがその漁師のそばにやってきて言いました。いや素晴らしい魚だね、どれぐらいの時間漁をしていたの？漁師が、そんな長い時間じゃないよ。へえ、君は魚釣りが得意なようだね。せっかくならもっと働いてみたらどうだい？自分と自分の家族が食べるにはこれで十分だよ。それじゃあ余った時間で一体何をしているの？日が高くなるまでゆっくり寝て、それから漁に出て戻ってきたら子供と遊んで、女房とシエスタ、まあ、昼寝して、夜になったら友達と一杯やってギターを弾いて歌を歌って、あ、もうこれで一日終わりだね。そしたら男が、ハーバードビジネススクールで MBA を取得した人間として君にアドバイスをしようと。いいかい、君は毎日もっと長い時間漁をすべきだと。部下を雇ってもっと売り上げができたらボートも買おう。そしたら仲介人に魚を売るのをやめて自前の水産品加工工場を建ててビジネスを大きくする。その頃には村を出てロサンゼルス、ニューヨークへと進出していくだろうと。君はマンハッタンのオフィスビルから企業の指揮を取るんだ。そうすれば老後もお金ができるよと。で、漁師が、なるほど、そうなるまでにどれくらいかかるのかね。20年、いやおそらく25年ぐらい行くかなと。へえ、それからどうなるの？そしたら引退して海岸近くの小さな村に住んで、日が高くなるまでゆっくり寝て、日中は釣りをしたり子供と遊んだり奥さんとシエスタして過ごして、夜になって友達と一杯やってギターを弾いて歌を歌って過ごすんだ。どうだい？素晴らしいだろうと。これね、結構自己啓発などで有名な話のようで、メキシコの話としてね結構本にも出てくるやつなんですけど、どういうことか皆さん気づきましたか？そうなんです。まあよくね自己啓発本とかビジネス本を読んで、この男性が言われてるようなことをして大きくしたいって思ってる人多いと思います。仕事頑張る人ね。だけど結果ね、本当に求めてることはもしかしたらもうすでに手に入ってるかもしれないということなんですよね。つまり働くことが幸せなんじゃなくて、すでに働きながら幸せを手に入れてる人もいるよということです。で、日本って特に頑張らない
ないといけない文化が根付いていると思うんですよ。私個人的にはね、休暇イコール怠け者みたいなイメージがある気がするんですけど、で私の周りでも睡眠時間削ってプライベートとか大切な人との時間を削って何千万とか何億とか稼いでる人もいます。だけど多くの人にありがちなのが、結局支出もそれぐらいやっぱり出てるんで、まあ、お金持ちそうに、ね、実際に年収も高くて豪快にお金を使っていても、まあ、実質の稼ぎは数百万だったりとか、はたまた事業に失敗して逆にマイナスになったりとかしてる人も多いんですよね。なんで、まあ、もちろんファイヤーを目指して自己規制をして今頑張るのも悪くないですし、一つの、ね、選択肢だと思います。だけど必ずしもそれが幸せとは限らないということなんですよね、今日お伝えしたいのが。で、まあ、アリとキリギリスの話も、頑張って準備をしてアリが偉いっていう風に聞かされてきたと思うんですけど、一説によるとキリギリスの方が人生楽しいし幸せなんじゃないかという見方もされています。ひろゆきさんの 1% の努力っていう本とかもそのあたりテーマに書かれているので、気になった方ね、それの本もおすすめです。まあ、つまり本100冊以上読んできて分かったのは、もちろんファイヤーに関する本も読んでそれもいいと思います。だけど早く仕事を切り上げるよりも一生やっていきたいものを仕事にしてしまった方が一石二鳥なんじゃないかなと思いました。そこで皆さんね、なんとなく自分がねやりたいことを仕事にしていった方がいいっていうのは分かったと。でも自分がやりたいことで仕事ができないからリタイアしたいんだと、そんな方も多いんじゃないかなと思います。だからこそこんだけファイヤーっていう言葉がね流行ってるんじゃないかなと思いますので、今日はもうちょっとね、じゃあどうすれば自分がやりたいことを仕事にできるのと、今の仕事を辞めるのも不安だし現実的じゃないよと、そういう方に向けてもうちょっと今日はね知識を掘り下げてご紹介していきます。でそれぞれねちょっとおすすめ本と一緒にご紹介していこうかなと思いますので、皆さんぜひ自分が今どの段階に当てはまるかとか考えながら聞いてみてください。じゃあまずそもそもやりたいことがわからない方、今の仕事嫌なんだけどやりたいことわからないとか、今の仕事も嫌いじゃないんだけど好きでもない、気づいたらずっとやっていたみたいな方ですね。まあ、好きなものとかやりたいことを見つけるのって考えすぎるとわからなくなっちゃいますよね。そんな方におすすめなのが、ずっとやりたかったことをやりなさい。この本はシリーズでいくつか出てますが、モーニングページというワークをやることで自分が潜在的にやりたかったことに気がつけるようになってきます。あとこれはYouTuber のテンチムさんが言われていたんですけど、やりたいことをやるんじゃなくてやりたくないことを徹底的にやらないようにする。まあ、例えば好きなタイプでも急に聞かれると答えれないことありますよね。だけどこういう人だけは無理みたいなのはすぐ出てくるんじゃないかなと思います。私だったら暴力振るう人とか自分勝手な人は無理なんですよね。あと犬を大事にしてくれない人も無理です。自由に仕事をさせてくれない人も無理かなっていうね。まあ、そうすると逆を考えていけばいいので簡単ですよね。まあ、このあたりで一つか二つはやりたいことが皆さん出てくるんじゃないかなと思います。出てきたんだけどすぐ飽きてしまうと、そしたらね別に飽きたら無理して続けなくてもいいんじゃないかなと思います。次にどんどんいろんな経験をしていくことでまた別のやりたいことも見つかります。そして次の段階はやりたいことがあっても今の仕事を辞めれないという方、まあ、やりたいことを仕事にしたいけどどうやればいいのかわからない方、ここでは3冊ご紹介しますので参考にしてみてください。まずこちらのねオリジナルズという本によると、実は副業で始めて成功する例が結構多いんですよ。で逆に本業を辞めて起業をいきなりしちゃうとリスクが取れなくなっちゃうので大きく成功することができないんですね。例えば本業でね安定した収入があるから副業で英語の先生を始めても、初めにはね、お金にならなくてもいいよと。どんどん広告出そうとか、SNS でまずフォロワー増やそうとか、落ち着いて作戦が練れるんですよ、本業があると。だけど、仕事辞めてゼロの状態で起業に全てぶつけてしまうと、失敗ができないじゃないですか。だから、こう、大きく広告を出したりとか、マイナスになるのが怖くなって、結局うまくいかないってことになりかねません。そして続いてご紹介したいのが、これですね。はい、マルチポテンシャライト。好きなことを次々と仕事にして一生食っていく。方法、まあ、この本によるとですね、飽きたら次に行ったりとか興味があることを副業、まあ、複数の副の方の副業ですね、漢字が、これをすると各ジャンルでレアな人物になれるよということです。例えばエンジニアでも英語が喋られるエンジニアっていうともっと人数絞られますし、さらに英語と中国語が分かるエンジニアってなるとさらに絞られますよね。なんで一つのことを極めれなくても逆にそれが長所になるよということを知りました。もう一つ同じように複数のことをやっていくことを推奨している本がホリエモンさんの多動力です。これもかなり売れてましたよね。同時にいろいろやることっていうのは長所になるよと、もう悪いことじゃないんだよというふうに言われていました。熱中するものの見つけ方なんかも書いてあるので、面白いんじゃないかなと思います。私も堀江さんの本大抵読んでるんですけど、私の中でこの多動力は本当に堀江さんの本の中でもトップレベルで好きな本です。そして最後の段階は具体的にじゃあゼロから自分でビジネスをしていく方法がわからない、好きなことからのマネタイズがわからない方へご紹介します。何度かね動画でもご紹介してた本なんですけど、人助け企業というのがおすすめです。これは好きなこととか自分の経験とかを何でもね
人に教えることができるよという、そのやり方が書いてあります。かなり具体的なので、この通りにやっていけばいいんじゃないかなと思いました。他にもマネタイズの方はいくつか出てますので、まあ、日本人が書かれたものでも日本の市場とかでやるにはいいかもしれません。以上でね、やりたいことが見つかって、それを副業としてまず始めてみるということ、そしてどのように始めるかについて簡単にまとめさせていただきました。まあ、本日のまとめとして、ファイヤーよりも簡単に今からできる、そして幸せになれる、さらに長続きする働き方があるよということでした。皆さんの今を見直すきっかけになったら幸いです。では本日出てきたおすすめ本をまとめてご紹介していきますね。まずライフシフト2、そしてずっとやりたかったことをやりなさい、オリジナルズ、マルチポテンシャライト、ひろゆきさんの 1% の努力、多動力、人助け企業で、あと最後にですね、大吾さんの好きをお金に変える心理学という本があるんですけど、こちらで転職かどうかの見極め方が書いてありましたのでご紹介します。それは今の仕事と同じ額の金額が自動で振り込まれるとしても、今の仕事を皆さん続けたいですかという質問です。私基本的に営業をやっていた時もこれを基準にして働いてました。だから営業を勉強しながらお金ももらえると思って働いてたので、答えはもちろんイエスだったんですよね。そしてこのことに気をつけるようになってからは、仕事が好きになってもっとやりたいと思って朝起きるのも楽しみになっています。ファイヤーもいいんですけど、ぜひ皆さんね、一生やっていきたい仕事を探し始めてはいかがでしょうか。ということでね、今日の動画ぜひいいと思った方は高評価で応援よろしくお願いします。私のチャンネルでは普段このように明日から使える知識を提供している大人のための勉強チャンネルです。たくさんビジネス本、自己啓発本のおすすめもご紹介していってますので、ぜひ今日の動画がいいと思ったらチャンネル登録も忘れずによろしくお願いします。では皆さんの仕事を見直すきっかけになりますように。 See you!